どうも皆さんこんばんは、工藤です。3月13日の日曜日夜の8時37分でございます。はい、今日の夜は、ちょっとかなり個人的な話題ですかね。どちらかというと、いきなり話題に入っていこうかなと思うんですが、ギャラクシーの顔認証に関するお話と、私の病気に関するお話のこうミックスしたちょっと話題かなと、はい、思うんですが、はい、私ね、買ってからまだ1ヶ月経ってないかな、多分まだ1ヶ月は経ってないんじゃないかなと思うんですけど、結構最近、ギャラクシー Android スマホを購入しました。はい、ギャラクシーの S20 5G というスマホです。はい、楽天で白ロム購入しました。ドコモ端末です。はい、その辺はね、特に今回の話は関係ないんですけど、そのAndroid スマホ、Galaxy S20 には、画面のロックを解除、画面のロックっていうかスマホのロックを解除する方法として、まずピンコード、その番号を入力するやつと、それは多分絶対なのかな、セキュリティをかける場合は多分絶対設定しなきゃいけないものなんだけど、それに加えて、画面内指紋認証と、顔認証っていうのが、あります。基本的に顔認証とか指紋認証を設定した場合は、どちらか好きな方、例えばスマホをこうパッて縦に傾けると画面がパッてつくんですけど、その時に、目の前に自分の顔があればそれで顔認証してロックが解除されるし、あとはスマホを横っていうか、例えばデスクとかにボンって普通に置いといて、で画面内の、指紋認証の部分に指紋をこうかざせば、指紋、登録してる指紋ね、例えば、親指とかさ、右の親指とかさ、右の人差し指とかっていうのを設定しておくんですけど、で設定しておいた指を、画面内指紋認証の特定の場所にこうポンって置くと、指紋認証がされて解除されると。だから好きなように自分の、指紋認証だったり顔認証だったり、その場合によって結構使い分けできるんで、かなり便利なんですよ。 iPhone はね、今のところその顔認証かタッチ ID かっていうどっちかしか選べないようになっているので、いつになったら iPhone をね、そのどっちも入れてくれるんだっていう風になんか言われたりもしてますけどね。だから今回新しく発表された iPhone SE3 かが、タッチ ID がついてるってところは、喜ぶべきところなのかもしれないんだけど、インカメついてんだったら顔認証もつけろやっていうところではあるかなと。iPhone 14、今年出る iPhone 14 でどうなるかは分かりませんけど、Android 使ってみてやっぱ思うのはそういうところですかね。今回は全然その iPhone の話は関係ないんだけど、さっき言った Galaxy だけじゃなくて Android 全般か。でも対応してないものもあんのかな。Android は結構端末によってね、顔認証対応してなかったり、指紋認証対応してなかったりとかってあるので、どっちかっていうと、顔認証がメインなのかな。どうなんだろう。他の Android 端末をそんなにね、買って比較したわけじゃないからわからないんですけど、指紋認証の方が多分、今少ないのかな、Android は。ただ Galaxy は両方ともついてるっていう感じになります。はい、で私その Android、Galaxy を買って、で初めてその顔認証っていうのを、使うことになったわけ。その顔認証っていうシステム自体は初めてじゃないな、よくよく考えたら。システム自体は多分違うと思うんだけど、昔ちょっとだけ使ったことがある Xperia の
顔認証も確かに使ったことあるな。うん、ただあんまり精度良くなくて、結構前のね、Android、OS のバージョンで言うと Android 8ぐらいの、端末だったんだけど、その時の Xperia の顔認証全然精度良くなくて、登録してるんだけどね、全然こうロック開けないみたいな状態で、結構イライラしたね、記憶があります。はい。うん。で、あともう一つ顔認証使ってるのが、現在もね、ずっと顔認証で使ってるものがあって、それがね、Windows パソコン。私が普段からプライベートで使ってる Windows パソコンですね。Windows には Windows Hello っていうね、顔認証のシステムが入ってて、Windows のパソコン、インカメっていうのかな、そのウェブカメラ、パソコンのそのパカッて開けて自分側に向いてるカメラがついてるものってあると思うんですけど、それにこう Windows Hello のシステムが入ってたりすると、そのカメラを使ってパソコンを開いた時にその自分の顔を捉えて、で顔認証して、パソコンのロックを解除するっていうシステムが入ってます、 Windows には。はい、結構ね、結構っていうか最初に多分購入した時に登録してから多分ずっと使ってると思います。はい、一応ね、私のパソコン指紋認証もねできるようになってるんだけど、指紋認証はほとんど使わなくなりました。うん、精度が悪いからです。はい、だから Windows Hello なんかもだから顔認証の一種といえば一種ですよね。うん、今もだからスリープ状態から、そのロックを解除するときなんかは必ず顔認証、Windows Hello で顔認証して、パソコンのロック解除してからパソコンの作業に入るっていう感じでやっております。はい。だから、ごめんなさい。Galaxy の顔認証が初めてってわけではなかったです。はい。今思いましたけどね。うん。ただ、まあ、そのスマホ、Android における顔認証っていうのは初めてでした。はい。で、Galaxy で顔認証登録して、使ってみたんですけど、すごいね、Windows Hello なんかよりも多分精度全然いいかなと思います。まあ、Xperia も問題外として全然話にならないレベルの精度だったんで確か、ですけど、まあ、Windows Hello はまあ精度悪いっていうわけじゃないんだけど、そんなにこうすぐ反応するってわけじゃなくて、ちょっとこうなんかチカチカって光って、でパッて見てちょっとこう、なんだろう、間があるというか、ちょっと時間がかかるというか、そんなイライラするほどじゃないんだけど、そんなにすごい早いわけではない。パソコンのね、ロック自体そんなになんか何回も解除するもんでもないし、別にいいんだけどさ、それぐらいの速さでね。ただ、その感覚でいくと、だから、Android の顔認証、めちゃくちゃ早い。そもそもスマホのね、顔認証は早くないと、1日に何回もやっぱりこうね、ロック解除することになるから、その辺がちょっと遅いとイライラしたりすることあると思うんで、当然このぐらいの速さはね出てくれないと困るんですけど、私の Galaxy S20 は S20 なんでもう2年くらい前の機種ですけど、性能的にも、顔認証の速度的にも精度的にも、ほとんど、何ら問題ないんじゃないかなと思っております。はい、ここ1ヶ月弱使ってきて、何の問題もない。ゲームも全然配信できるし、リフレッシュレートも120で動かしてるし、その前から言われてるそのバッテリー持ちがね若干悪いっていうのはなんとなく分かるんだけど、私その 120Hz のリフレッシュレート出して、かつその処理速度を向上するっていう機能を使っているので、多分ねバッテリーの減りがかなり早いんですよ。その分そのアプリとかもサクサク動いてると思うんで全然いいんですけど、なんですけど違う、その話じゃちょっと話が逸れてきたな、ごめんなさい、ちょっと話が逸れてきたんですけど、認証の話だよ、顔認証の話。そう、私が今回言いたいのはちょっとダラダラ言いましたけど、Galaxy の顔認証のお話でございます。はい、ここからが本題ですね。はい、で顔認証に関して
その精度とかはここ最近何の問題もなかったんですよ。うん、その私ね、その言ったことあると思うんだけど、私結構髪の毛長くて、その普段は後ろで結んでるんですよ。で結んでて、まあ、夜寝るときとかは当然これをほどいて寝るんで、朝起きたときとかもすごいんですよ。なんかなんていうの、もうそのほどいた髪の毛がもう全部そのなんかこうわーみたいな、どう言えばいいんだろう今は後ろで結んでるんだけど、それがこうバッて解放されるわけだから、うん、で私結構癖っ気なんで、もうもじゃもじゃになっちゃうんですよね。はい。でしかも普段は、まあ、家にいるときは眼鏡かけたりもしているので、一応ギャラクシーには眼鏡かけてるときの姿と眼鏡かけてないときの姿両方、登録するなんか登録できるようになってて、両方してるんですけど、朝起きた時とかはね、結構反応しないですね。はい。まあ寝起きでだし、眼鏡もしてないし、髪の毛ももじゃってるし、うん、まあ反応しねえだろうなっていうので、まあ、朝起きての反応の悪さっていうのはしょうがないと思います。はい。うん、顔認証に関してはこれは多分ね、誰がやっても多分朝の寝起きの顔ってのは多分認証しないんじゃないかな。うん、やっぱみんな朝起きるとさ、ちょっとこう、まあ人によってはこうむくんでたりとかさね、すると思うから、朝起きてすぐの顔認証っていうのは難しいとは思うんだけど、ここ最近ですね、まあ最近またちょっと本当にここ数日またね、よく戻ってきたんだけど、この前かな、1週間ぐらい前にですね、そのギャラクシー普段通り使ってたんだけど、いつも通り顔認証でロック解除しようとしたんですよ。特に朝一番とかじゃなくて、普通に普段その日中作業しててパッとこう顔認証してロック解除しようとしたんだけど、急にね、なんかロック解除しなくなって、顔認証で顔が一致しませんみたいな感じで出てきまして、あれみたいな、いや特に何も変わったところないと思うんだけどなと、うん、思っていたんですよ。うん、なんでだろうと。でこの前まで全然問題なかったのに、なんかここ最近なんかまた認証悪いなみたいな感じで思ってて、いやなんでかなって、ちょっとね、原因をなんとなく、すごいなんか絶対原因追求してやるっていうことじゃなかったんだけど、なんとなくなんでだろうなっていう感じで思ってたんですけど、一つ心当たりがあるなというのがありまして、それがですね、その私の病気に関する話なんだけど、私その潰瘍性大腸炎っていう病気を今患ってて、絶賛治療中なんですよ。はい。で去年の年末12月30日ぐらいに病院行って、でその時からまあ再発しちゃったんで、はい、またステロイドっていう薬を飲み始めて、まあ、副作用の強い薬ですね。はい。その辺の細かい副作用とかは別の配信で話してるんですけど、今回に関係する副作用が一つあって、でそれが何かっていうと、ステロイドにはですね、顔が丸くなるというムーンフェイスと呼ばれる副作用がありまして、でそれが結構まあ出るんですよね、副作用。うん、まあ、飲んだこととか、そのムーンフェイスの副作用を体験したことある人なら分かると思うんですけど、自分ではねあんま分かんないんだけど、普段からね鏡とかで毎日見てるとあんま分かんないんだけど、写真とかで見比べたりすると、その飲む前と飲み進めて何ヶ月か経った後に自分の顔を見比べるとだいぶ違うんですよ。で最近なんか母親に、なんかちょっと顔丸くなったと言われまして、それをふと思い出して、あれもしかして、ギャラクシーのこの顔認証の精度が悪いのって、
あのステロイドでムーンフェイスの副作用が出て、でもしかして顔認証反応しないんじゃないかなっていう私の見解です。はい、今日はそれが言いたかったんですよ。まあ前半なんかまたいろいろ余計なことをねちょっと喋ってしまったんですけど、うん、あの結局私が言いたいのはギャラクシーの顔認証をまあやってたんだけど、今もね全然やってるし、ここ数日全然また問題なく動くようになったんだけど、1週間ぐらい前になんかちょっとステロイドの影響か顔が丸くなったせいか、あのギャラクシーの顔認証の精度がなんかちょっと悪くなったというお話でした。はいはい、まあ、特にねこの話は別になんかオチがあるわけでも何でもなくて、本当にあそういうこともあるんだと思って、うん、なんかなんとなく話しておこうかなと思ったわけです。はいね、ギャラクシー今までさその iPhone を使ってたから指紋認証やってたからさあんまり関係なかったけど、顔認証でロック解除を普段からやっていると、そのステロイドでムーンフェイスで顔が丸くなることによって別人と判断されてしまうのかと、うん、ステロイドの副作用でそこに影響が出てくるんだなっていうことをちょっと実感したので皆さんにお話しした感じになります。はい、まあ私みたいにねステロイド を今飲んでムーンフェイスで顔が丸くなっちゃってるっていう人はあんまりいないと、ごめんなさい、あんまりいないと思うんですけど、もしねステロイドの副作用でムーンフェイスで悩んでる方っていうか、まあ飲み始めた方とかいたら、スマホのね顔認証の精度がちょっと悪くなる可能性が、まあ、あるというところだけはまあちょっと注意しておいた方がいいのかなと思います。はい、まあだからステロイド飲み始めて顔丸くなってきたなっていうのが分かって、でなんかその顔認証の精度悪くなったなっていうんであれば、まあ、再度登録し直せばいいだけなんで、うん、その顔認証解除できないから、スマホにアクセスできないっていうわけではないね。ごめんなさい、めちゃくちゃ眠くて、はい、うん、ちゃんとねピンコードとか、まあ、他に指紋認証とかね登録しておけば何の問題もなく、まあ、ロックは解除できるんでいいと思うんですけど、ただまあやっぱりね顔認証を普段から使ってるとやっぱね顔認証早いんだよね。うん、早いし楽だし、うん、そのスマホをさこうパッて縦にというか、まあ、傾けるだけでこうスマホがパッてこう画面ついて、ですぐにこうロック解除してくれるんでめちゃくちゃ楽なんだよね。うん、まあ、前にも言ったけど私結構、まあ、汗かきというか手にこう汗かいたりするタイプで、指のねこうやっぱ指紋の精度があんまり良くないんですよ。その機械のせいっていうよりは私の指のせいっていうのかな、うん、結構その iPhone もそうだったし、うん、あんまり指紋認証の精度があんまり良くないんで、まあ反応するときは反応するんですけど、ただやっぱり顔認証の方がね、そういう顔に汗かいてるとか関係ないじゃないですか。まあ今回そのステロイドの影響で顔が丸くなっちゃったら認証しなくなるっていう可能性もあるにはあるけど、でも普段ってかなかなかさ、そのステロイド以外でいきなりっていうか顔の形が急激に変わるなんてことはなかなかないと思うから、まあ、そういう意味でもそうだし、うん、あと早いしねやっぱりね、うん、便利です、めちゃくちゃ便利なんで、そこがね使えなくなるっていうのはやっぱり不便だなって思いました。うん、もう顔認証慣れちゃうとやっぱね iPhone のそのタッチ ID だけだとちょっと不便だなって思っちゃいますね。うん、はい、だからまあ iPhone はタッチ ID と、うん、フェイス ID 両方つけてほしいなっていうところでですかね。もう何のどこに行き着けばいいんだろうこの話、ちょっとわかんねえや。
うん、なんとなく話してみようと思って話してみたけど、ちょっとゴール地点がわからなくなってしまいました。うん、最初も結局なんか余計な話いっぱいしちゃったしね。うん、まあ雑談として捉えてもらえればいいかな。はい。まあいろんなね、ギャラクシーの認証の話とかしましたけど、結局今回の話で言いたいのは、だからそのギャラクシーの顔認証便利だけど、ステロイドで顔が丸くなると精度が悪くなる可能性があるんじゃないかなっていうお話でした。うん、ただ最近普通にできるようになってきたんで、単純に私のなんか顔がむくんでただけなのか、何が原因か分かりませんけど、うん、分かりません。最近私そのステロイド結構また減ってきて、減ってきてっていうか減らしてきているので、まあ、徐々にねまた顔も元に戻りつつあると思うんで、うん、まあ、自分ではさっきも言ったけど、あんまりねその丸くなったとかどうとかよく分かんないんだよね。うん、まあ、だから本当のところは分かりませんけど、うん、まあ、そういう可能性も、まあ、あると、うん、だって理論上はステロイドの副作用で顔が丸くなるってことはもう明らかだから、うん、で顔の形がねもう丸くなって完全に別人になっちゃうっていうところがあるってことを考えると、やっぱ顔認証が認証されなくなってしまうっていうのはやっぱ理論的にもあり得る話かなと、うん、思うのでね、その顔認証のね、なんかどこをどう見て顔認証してるのかはちょっとわからないので、顔の形なのかその目なのかとかあるじゃないですかね。だから顔の輪郭自体が丸くなっちゃって変わってれば、もしかしたら別人ですって判断される可能性もあるということですかね。はい、というわけで全くちょっとね、もう夜の配信というのもあって、まあさっきもずっとなんかあくびしたりしてましたけどはい、ごめんなさいね、はい、あんまりなんかろくな話もできずに申し訳ないところなんですけど、今回のお話はここまでにしたいと思います。はい、それではまた明日の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。